はい、皆さんこんにちは。今回はね、久々にターボオプティマのボディでね、オプティマのシャシー走らしてみようかと思います。まあ赤白でね、紅白でおめでたい感じなのでね、はい、で新年のね、2日目の登板でございますけどもね、おめでたいマシーンみたいな感じね、白、赤、白、金ですかね、はい、走れようかなと。まあまあ、また走るだけの動画なんでね、普通の動画でございますけども、お付き合い願えたらと思います。それでは早速走ってまいりましょう。
かがでしたでしょうか。ちょっとね、あまりにも外が寒かったのでね、中入ってね、今日の夕方動画、同じ日のね夕方に出す予定の動画のね、ガンダム SD ガンダムのね、陸戦型ガンダムとしてありますけどもねこんな感じでね、ターボポティマーね、かなりね早いんですけどもね、ジャジャ馬でしたね、もうね制御するの大変ですよみたいな感じでねはい、こんな感じでね、さすがにね今の、まあ、10.5T というねブラシレスシステム、モーターね、積んで走っております。で今は多分メーカーとしてはねなくなってるんですけど、 LRP というところのね、ブラシレス用のアンプをつけておりますので、かなりね、レース用のスピード出てたんじゃないかと思いますね。そしてねオンロードね最後の方走ったんですけどね、なぜ走ったかというとね、タイヤがねオフロードの方も見ていただけたら多分わかると思うんですけどもね、あのタイヤがかなり減ってましてね、ズルズルで、滑っておりましたんでね、あのターボオプティマの用のタイヤですね、はもうオンロードに下ろそうかなと、はい、思っておりますなのでね今日のオフロード動画の方がタイヤね、実は路面状況はかなりねいい状況だったんですけどね、タイヤがかなり滑っておりましたので、ね、あの四輪ドリフト的なね面白さもあったんではないかと思っております。こういう感じの動画もたまにはいいのかなと思いますね。そしてねまたあの、皆さんね来られた時に一緒に、走っていただいたりしてね、コラボ動画の、ね、今年もやっていきたいと思いますのでね、はい、一緒に走っていただける方協力していただけると助かります。はい感じでございますかね。はい、はい、ありがとうございます。ピコンって言ってるのはね、ツイッターにいいねしてもらえるとねピコンってなりますね。私の iPad でやっておりますのでね、はい、音はね iPad 2つでやっておりますよね、はい、まあ今年ね始まって、ラジコンもねバリバリやっていくんでね、これからもね今年もね引き続き見ていただけたらと。そしてね初めて見たよっていう方はねガンプラもねやっております。だいたいね1日にとりあえず動画がね、動画本数総数が1000本になるまでは1日2本ずつ上げれればなという感じでやっておりますのでね、だいたい順調であれば1個ガンプラ1個あのラジコンみたいな感じでね1日1個ずつ出すみたいな感じになっておりますけどね、順調じゃないときはどっちかが偏ったりしますけどもねこんな感じで頑張ってますのでね、ぜひ応援いただけたら嬉しいです。はい、それではねこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、たい焼き食べたいサブチャンネルっていうのね、カタカナでサブチャンネルってつけてるだけなんですけどね、はい、やっておりますので、そちらの方の登録もよろしくお願いいたします。それではさよなら。